皆様おはようございます少し、えー、風邪をひいてしまいまして、えー、声が万全ではないんですけれどもあの、説教者として本当に申し訳ございませんが、聖、えー、霊様が皆様の心に、えー、ご自分の言葉を届けてくださることを信じて、えー、お話をおさせていただきたいと思います。 早いもので2015年もあと1回の安息日だけ残しています今年は皆様にとってどのような一年だったでしょうか今私たちの神様を礼拝するこの時に主がこの一年を守り導いてくださったことを感謝しまた主に対しての信頼を新たにすることができればと思います 2010年の1月に NHK で放送された「無縁社会」というドキュメンタリーを皆さん覚えていらっしゃるでしょうかこの番組は日本の社会に大きな反響を呼び起こしました日本では少子高齢化女性の社会進出によるかつての結婚に対する若者の意識の変化 家族や社会とのコミュニケーションが規約化して、若者は主にネットによる交流をしています。また、終身・終身雇用制度の崩壊をはじめ、長引く不況において、段階の世帯の退職といった原因が重なり合い、 えー、単身者はますます孤立しやすい社会へと急速に移行しています2030年以降の生涯未婚率はですねおよそ30%を超えるであろうと予測されています住人の中3人がもう生涯結婚せずに いるだろうというそういう統計ですさらにニートやフリー,ーター派遣社員の増加が著しく30代40代ですでに社会から孤立するものが急速に増えていますこれらは日本に限らず先進国一般の 風潮であり社会問題化していますそれで日本は自殺率が先進国の中でも非常に高い一方長年で年間で3万人以上が孤独死をしています孤独死死因は病気自殺など 原因はさまざまですが、誰にも気づかれずに亡くなり、身元から身元すら判明しないまま火葬され、無縁墓地に送られることもあります。私たちは最終的な関係のネットワークである 家族が崩壊してしまったことを今目撃しています余談ですが、えー、私が中学生だった時には社会の授業で社会,の社会を構成する基本単位は家庭だと学んでいましたでも今は 違う気がいたします社会を構成する基本単位はもはや個人になってしまいました一人世帯がどんどん増えていきます人との関係とつながりを機械やインターネットが変わるようになりました生活は便利になったものの人間自体は 孤独な存在になってきました人間という存在は神様と他の人との関係に対しての欲求を持っているからです人は関係を求めるものなんです現代の社会において神や人との関係に変わる たくさんのコミュニケーション手段があるにもかかわらず別に人との直接的なつながりがなくてもですねそれを変わるいろんなものが世にあふれていますそれにもかかわらずなぜ人はなおも関係を求めるのでしょうか私たちに必要なのは コミュニケーションだけではなく、関係を通して形成される共同体が必要だからです。コミュニケーションは関係を築く手段に過ぎないからです。人とのコミュニケーションが取れているからといって、良い関係を築いているとは言えないのと同じです。コミュニケーションが取れているからといって、 いい人間関係が築かれているとは言えないのと同じです先ほどの聖書朗読でも読んでいただきましたけれども神様がまだ一人であるアダムをご覧になってこうおっしゃいました漱石の二章の18節の言葉でしたが人が一人でいるのはよくない彼のためにふさわしい助け手を作ろう 私の説教台を見てですねある青年が「先生楽しみです」と言ってくれましたおそらく結婚とか恋愛などについて話すのではないかなという期待を持っていたんだと思います申し訳ございませんそういう話ではありませんこの人が1人でいるのは良くない というのはですね単純に結婚に関しての言葉ではないわけなんですこの言葉は人間の存在に対しての根本的な意味を含めてるんですそしてアダムを深く眠らせ神様はあばら骨を取ってエヴァを作られましたそしてこう宣言なさるんです 漱石の2章の24節を見てみますと私たちが結婚式などでよく耳にすることができる聖句です。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである私たちが結婚式の時によく耳にすることができる言葉です。 この言葉をパウロは新約聖書のエペソビトへの手紙の5章の31節で引用しています。お開きください。エペソビトへの手紙、5章の31節です。新約聖書の306ページです。エペソビトへの手紙、5章の31節 パオロは先ほどの世席の2書の24節の言葉を引用しています。31節お読みいたします。それゆえに人は不母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者のは一体となるべきである。先ほどの世席の言葉の引用です。そして彼は続いて32節でこう述べています。この奥義は大きい。それはキリストと教会と察している。 つまり、パオロはアダムとエヴァが結ばれたその場面の生育を、このエペソビットの手紙で引用して、それをどういうふうに解釈しているか、この言葉はキリストと教会の関係をも表しているんだと言っているわけなんです。教会、つまり私たちです。教会というものは建物や組織のことではありません。私たち一人一人のことです。 パウロはアダムとエヴァがこの世に結ばれたのはキリストと私たちが結ばれたのを表現しているものだと言っているわけなんです。つまり神様はまず関係のための環境を準備されます。神と私たち、罪によって 離れてしまったその関係を回復するための準備をキリストはなされたわけです。イエスキリストを通して私たちは神様との関係が回復できるわけです。だから私たちはいつも祈るときにキリストの名によって祈るわけです。神様はまず関係のための環境を整えてくださったわけです。そして私たちをその環境へと 招かれますキリストを先に私たちのお使わしになりそしてご自分とご自分との関係と招いてくださっているわけですその環境とは神様と私と隣人という共同体ですこの共同体はイエス様がルカニオ福音書の十章の二十七節で こうおっしゃっているのと同じです。お読みいたします。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する。そういう共同体です。この世界の始まりからあった共同体です。神と私と隣人です。 神様が作られたこの共同体をちゃんと理解していない人たちにとっては、まずコミュニケーションがあって、そのコミュニケーションが良いものであれば、関係へと発展し、最後に共同体として成長していきます。まず人とコミュニケーションをとってみて、その人と良い関係を結べるかどうかを判断し、 それが可能であれば、それがまた共同体として成長していきます。これは神様の共同体をちゃんと理解していないから生じる現象です。神様はまず共同体を作られ、その共同体が愛の関係によって維持され、この関係をは健全な成熟したコミュニケーションによって保たれるようにしてくださいました。 共同体が先にあったわけです。このように聖書の教えの共同体制関係性についての理解は信仰を持つことにおいてとっても大切なことですまず神様ご自身が三位一体の方として共同体制を持っています三人の方が 三人の神が一体となっておられる神の共同体制ですその三味の神様が我々の形にかたどって想像なさったのが男と女です男と女はそれぞれ別々で想像されたのではなく一つの体から作られました 彼らは二人でしたが、本質的に一つの体です。従って二人、またはそれ以上の人々が平和のうちに愛し合い、一つの体となって生きていくのが、三味一体の神様の形にかたどって作られた全ての人に対しての神様の目的なのです。 神を愛し隣人を愛するということは神がそういう愛の方でいらっしゃるのと同じように私たちも人のことを自分自身のように愛することなんですそれが神様が人間を作られた目的であるわけなんですまた神様の愛と哀れみが支配する神の国においてはその愛と哀れみによって 兄弟と姉妹の範囲を広げていきますマルコニよルクイン書3章の35節で神の御心を行う者は誰でも私の兄弟また姉妹また母なのであると言っているのと同じです私たちは皆キリストにあって兄弟姉妹 家族なのですイエス・キリストは家族の意味を兄弟姉妹の意味をもっと広げてくださいましたこの精神を受け継いだのが「新約聖書」に登場する教会なのです教会はキリストを頭とする一つの「体」です イエス・キリストの十字架の贖がないを信じ、救われるのは極めて個人的なことですが、私たちが救われるのはあくまでも個人の信仰によるものです。救いは極めて個人的なことです。しかし、救われた者としての歩みは、三位一体の神様の御方たちの中に生きることで、 共同体としての意味を持っています。コロサイ人への手紙三章の十節をご覧ください。コロサイ人への手紙三章の十節です。新約聖書の三百十七ページです。 コルサ三章の十節新約聖書317ページですお読みいたします作り主の形に従って新しくされ真の知識に至る新しき人をきたのであるこういうふうにおっしゃっている通りです私たちは皆救われたことによって神と私 私と隣人という共同体に入っているのですそれゆえ罪とは創造主の味方ちを破壊し敵対するすべてのことを意味します罪によって神様と人の関係が壊れました 罪によってアダムとエヴァの関係も壊れましたアダムは自分の罪をエヴァのせいにしてしまったわけですまた罪によってカインはアベルを殺害しました兄弟の関係が壊れました罪によって カインは神様との関係を断ち自分の力で自分を守らなければな,らなりませんでした共同体からの威脱です罪は創造の時から神様によって与えられた共同体制愛平和を失ってしまいましたこれはつまり 罪からの救いとは、壊れた神様との関係が回復されることを意味します。聖書はその関係に基づいて、神様の命令を守るようにと教えています。こういう神様との関係性、共同体制を無視した 命令を守ろうとするすべての務めは私たちは立法主義だと言います神様との関係性を無視して私が救われるためにはこれぐらいのことをしておけばいいだろうかそう思うのが立法主義です神様との関係を無視するそういう考え方です こういった意味で安息日の命令は特別です出ト時20章の8節から11節にその命令が記されています次のように書いてあります安息日を覚えてこれを聖とせよ6日の間働いてあなたのすべての技をせよ7日目はあなたの神主なる安息であるから主の安息であるから 何の技をもしてはならならいあなたもあなたの息子娘下辺しため家畜またあなたの門の内にいる他国の人もそうである主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからであるそれで主は安息日を祝福して生徒された 神様は私たちの創造主であり、贖がない主であること、つまり私たちの神様との、私たちと神様との関係を確認した上に、神様との交わりを楽しむ共同体の記念日であることを教えています。なので、あなただけではなくて、 あなたの息子、娘、しもべはじため、家畜に至るまで休まなければならないとおっしゃっているわけです。共同体としての記念日です。神様は共同体的性質を持っておられます。したがって、神様を信じる信仰は常に共同体的です。 共同体的関係に基づいています。神様の愛がいくら大きく素晴らしいものであっても、その恵みがどんなに大きいものであっても、共同体がなければ、つまり相手がなければ、その愛は成立しないものだからです。 いくら私の愛が大きくてもその愛を伝える相手がいなければその愛は無駄なんです愛は関係の上に成立するものなんですその関係のない愛を私たちは自己愛だと言います 人は共同体的関係を必要とする存在です。こういった点において、キリスト教の信仰の最大の敵は、個人主義です。自分の目を通してだけ、自分を、他人を、共同体を、世界を、そして神様を判断する、偏教な態度です。 自分の判断で自分と関係のないものには興味がありません。しかしキリスト教は共同体主義です。神様が与えられた共同体的、目を持って全てを眺めます。個人主義的な信仰は聖書が描写している神様より 個人の思いの中で描いている神様を強調します。個人の救いにだけ焦点を合わせ、自分の利益と満足のために信仰を持ちます。聖書の絶対的な価値を捨てるまで、個人の信仰を尊重します。個人的には、 教会に一生懸命に出席し、奉仕し、聖書に書いてあることを忠実に守ろうとするけれども、自分と自分の家族、自分の教会以外には全く興味を示しません。仕事場でもクリスチャンとして正しく行います。しかし、長い間教会に通っていながらも、 神様の目から自分と家族、教会、世界を見ようとはしません。関係は無視して、いつも自分だけが中心となって、信仰しているわけです。それが個人主義の信仰です。どう見るか、どう見るかは、 人生と信仰に対しての態度を変えます。自分のことしか考えられない人にとって、家族と隣人、教会は、果たしてどういう意味で、意味を持っていて、また、魂の上を覚えて、救いを求めて教会にいらしている名前も知らない方々は、どういう意味があるのでしょうか。 またどう見るかによって私たちの祈りのテーマも変わっていきます見方によって信仰の態度が変わります自分の目を通して世界を見ているか神,を神の目を通して世界を見ているかその見方によって私たちの人生は大きく変わります ですから私たちは共同体のない関係の病弱さに注意しなければなりません関係のないコミュニケーションの虚弱,さに虚弱さとそれによる症状に注意を払わなければなりませんただ連絡ごと コミュニケーションを取っているからといってそれは良い関係だとは言えません天地創造の時アダムに向かって「一人でいるのはよくない」と言われた神様は今日の私たちにもう同じく「一人でいるのはよくない」とおっしゃっています この一人であることこれが罪の本質です罪は常に自分だけのことを思いますだからイエス様は弱音る福音書十五章でご自分のことを何に例えていらっしゃるんですかブドウの木です だから私はブドウの木だから私につながっていなさいとおっしゃっているわけです。黙示録の3章の20節から21節には「見よ私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入って彼と食を共にし。 彼もまた私と職を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。関係が大事です。 神様との関係を考えないで信仰はありえません極端な個人主義のこの時代に必要なのは聖書の本質的なメッセージである共同体的な信仰の価値を回復することです個人の信仰と個人の使命はこの 共同体的信仰と共同体的使命の中から理解されるべきです。使徒行伝の2章の37節から41節をご覧ください。新約聖書の使徒行伝2章の37節から41節までをお読みいたします。 新約聖書の183ページです。使徒行伝の2章の37節から41節です。お読みいたします。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちを私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。 するとペテロは答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は精霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くのもの一同とに与えられているものである。ペテロは他に 他になお多くの言葉で証を成しをなし人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めたそこで彼の勧めを勧めの言葉を受け入れた者たちはバテスマを受けたがその日仲間に加わった者が3000人ほどあった 初代教会の時代、弟子たちは大胆にそのイエス・キリストによる神との関係の回復を述べ伝えていました。そのメッセージを聞いて多くの人たちが集まり、兄弟たちを私たちはどうしたらよいのでしょうか、その神様との関係を回復するために私たちは何をすべきなんでしょうか、と聞いてきたわけです。 そこでペテロは言いました。バッテスマを受けなさい。それが神様との関係が回復されたことの証拠です。だから私たちはバッテスマは神様との結婚式だというわけです。関係の回復を表すものです。使徒ペテロは神様の共同体の意味を強調しながら、 この曲がった時代から救われようと進め,進めますと、なんと3000人ものバプテスマンを受け、教会に加わりました。そして、42節から彼らが共同体として行ったことは何かを見てください。42節にこう書いてあります。そして、一同はひたすら人たちの 教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。4つのことが挙がっています。1つ目です、教えを守りました。これは今日の聖書研究だと言えるでしょう。2つ目は信徒の交わりをなすことです。これは信徒の間の交わりです。 訪問これも大切な交わりですそして共にパンを咲くっていうことはおそらく生産式のことを表していることですこれは礼拝やさまざまな儀式のことを表していますそして祈りをしていたと言っています今日の祈祷会のようなものでしょう 私たち天沼教会にはたくさんの聖書研究があります私たちの共同体として聖書を学んでいきたいと思いますまた天沼教会の中でたくさんの交わりがあってほしいです人々から忘れられている私たちの兄弟姉妹を訪問して励まし慰め ともに希望を持ちつつ。あの三国まで歩んでいきたいと思います。またともにパンを咲いたと言っています。一生懸命教会の礼拝と集会に集まりましょう。一緒にともに信仰を持って。励まし合って。慰めあって。勇気を持って希望を抱いて。歩んでいきましょう。 そして何よりも共に祈りましょう今まで教会の歴史を見てみますとリバイバルを経験した教会が例外なく持っている共通点はよく集まることでした申セのように エレミアのように、ダニエルのように、ネヘミアのように、自分の共同体の罪を、自分の罪として神に告白し、真の神の共同体としての姿を回復していきたいと思います。よく集まり、 御言葉を学び、共に交わり、礼拝し、共に心を一つにして、祈ってまいりたいと思います。私たちの愛するイエス・キリストがまもなくおいでになります。イエス・キリストを私たちが、 共に迎えるために神様との共同体としての信仰を回復しまた我々の隣人との関係を回復しこの最後の時代に私たちに託されているこの使命を果たして共に歩んでまいりたいと思います。 では天沼教会員心を合わせてご一緒に最後の賛美歌を賛美いたしましょう。番番です番どうぞおたしください。